今回は箱根の全客室温泉露天風呂付きの温泉旅館金の竹塔の沢に潜入してみた。とっても素敵な旅館らしい。どんなお宿か楽しみだ。金の竹塔の沢は箱根湯本駅から車で5分、宿泊者専用の橋を渡ったところに位置する。別世界に来たような静かで落ち着いた雰囲気。それでは早速入っていこう。大きな窓から自然の光が入ってくる広々としたロビー。テラスで森に囲まれながらチェックインを待つこともできる。今回紹介するお部屋は2つ。まずは月のお部屋から見ていこう。シックな雰囲気で統一されたお部屋は大人の贅沢と呼ぶにふさわしい。特別な時間をゆったりと過ごせるようアメニティや浴衣もしっかりあるぞ。広めのパウダールームも嬉しい。なんといっても注目したいのが客室露天風呂。浴槽には御影石が使われている。源泉かけ流しをお部屋で楽しめるなんて至福のひととき。お風呂の隣は水盤となっており、水面に映る竹林が美しい。湯上がりスペースもあってゆっくりすることもできる。もう一つのお部屋を紹介する前にこちらをぜひ見てほしい。バーバンブーだ。竹に囲まれたこちらのバーでは様々なカクテル、ワイン、日本酒、ウイスキーなどをいただくことができる。テラス席もあり、とても気持ちがいい。大切な人と素敵な思い出を残せる空間だ。そしてこちらはダイニング。椅子、テーブルやソファーなど様々なタイプの席が用意されており、夜と朝で変わった雰囲気を味わうことができる。地場の素材を生かした料理は金の竹塔の沢ならではの魅力だ。続いて紹介するのは空だ。ここは最上階4階の角にある最高ランクのお部屋。かなり開放感があるな。センセーシアのアメニティを発見。冷蔵庫の中は全てフリードリンク、日本酒やワインもあるぞ。こちらが空の客室露天風呂。こんな絶景を独り占めできるなんて、間違いなく最高クラスの絶景露天風呂だ。金の竹塔の沢の温泉はなんとここでしか入ることができない自家源泉。まるで化粧水に使っているような滑らかな温泉だ。大浴場もあるので広いお風呂を楽しみたい人はこちらもぜひ行ってみてほしい。金の竹塔の沢は大人の贅沢を堪能できる素敵な宿だ。先日オープンしたばかりの泊まれない旅館金の竹茶寮にもどこよりも早く潜入した動画を上げているので、チャンネル登録してそちらもチェックしてくれ。次回の箱根旅もお楽しみに。